どうも、みつでございます。いやー、暑い日が続く。毎日とろけそうです。本当に冷たい麺しか喉通らないぐらいなんじゃないかぐらいですよね。はい、そんな夏、野菜が不足、野菜が不足しがちじゃないですかね。ただですよ、夏は野菜がうまいんですよ。うまい野菜がいっぱいある。夏野菜っていうぐらいですからね。なので本日は超簡単に、さらに保存がある程度効いて、まあお弁当にも入れれちゃう、毎回の食事の時にポッて出すだけで美味しく食べられる、そんな夏野菜のお料理を一つご紹介していきたいなと思います。というわけで本日のレシピは、飛天満塁流夏野菜の揚げ浸し、いってみよう。超簡単だから。はい、本日用意した夏野菜はこちらでございますね。まあちょっとね、あのなんだっけ、これエリンギはね、毎あの夏野菜というかもう通年あるんですけど、まあ、キノコが入った方が美味しいんで今日はエリンギ入れましたけどね。あとはアスパラね、アスパラ美味しいですからね。あとズッキーニ、これも あの油と相性がいいんで、これはおすすめですね。はい、あとやっぱ忘れちゃいけないナスですね。そしてピーマン、今日はこれらを、揚げ浸しにしていきたいと思うんですけども、まあ、これ以外にもね、夏野菜っていろいろあると思うんです。みょうがとかね、だからあの好きなものを入れていただければなと思うんですけども、まあ、油と相性のいい野菜がだったら、まあ、何でも美味しいです。はい、というわけでこいつらを仕込んでいって揚げ浸しを作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速包丁していくんですけども、まずはズッキーニからいきましょう。まあ、何から切ってもいいんですけどね、ズッキーニからいきます。ズッキーニはね、ある程度大きさがあった方がうまいです。で、揚げるんであんまり小さいとね、火が入りすぎちゃってクタクタになっちゃうんでね、結構分厚めにいきましょう。これぐらいにしとこうかな、とりあえず。で、ズッキーニはこれあのぬめりが出るんですよ、今テカテカじゃないですか。これを洗っておかないと、包丁したそば、包丁して置いとくとね、くっついちゃうんで、またこれ一回水で洗います。はい、こんな感じでザーッと洗ってね、表面のぬるぬるだけ取れれば大丈夫です。こんな感じね。あとはちょっとよく水切っておきましょう。これで、ね、重ねておいても大丈夫です。はい、ほら見てください、この液状がズッキーニが出てるじゃないですか。これがね、あのまたくっつくんですよ。包丁したりまた包丁しないといけないみたいになっちゃうんで、で無理やり剥がそうとするとズッキーニがバレちゃうんでね、これを洗い流してあげるとズッキーニはくっつかないです。はい、というわけで次いきましょう。はい、続いてアスパラいきます。アスパラはこの真ん中辺持って、一番端っこ持ってこう曲げてあげると硬いところで割れます。どうしても根っこの方が硬かったりするんで、ほら硬さ、長さが違うでしょ、これ。硬いところと柔らかいところで長さが変わってくるんですよ。こんな感じ、パキパキ割れるんで。で、こっちはもう硬いんで捨てちゃいます。で、あとこっち側、このね、下の方皮むくんですけど、まあこれはピーラーでやりましょう、細いからね。このピーラーで、まあ真ん中3分の1ぐらいのところかな、をこう皮むいてあげれば OK ですね。こんな感じ。あ、ちなみにピーラーは斜めにこう当ててあげると、こういう感じで斜めに当ててあげると綺麗にできます。あの刃をね、全部使えるんで、端っこから入れて抜くときは逆側の端っこから行くっていう感じですね。こうやるとあのピーラーでも綺麗に刃をうまく使ってやってあげてるんで、引っかからずに切れますね。こんな感じで、まあね、この袴っていうんだっけな、これ、このなんつうの、三角形のやつ、これ取る人もいるんだけど、僕は取らないです。特に口に残るなって思ったことがないので、取らずにいきます。で、こっちは捨てて、アスパラもね、
まあ、ここ揃えちゃってもいいんですけど、もったいないんでこのまま行きましょう。ちょ、長さが、そこは大きめの方が美味しいでしょう。いいやっぱりですね、パキパキで。こんな感じで切っとくと、これで終了ですね、アスパラは。はい、どしどし行きましょう。次、エリンギちゃん。エリンギちゃんはこの傘の部分をちょろっと切って裂いてあげてください。キノコ類はね、裂いた方が香りがいいです。で、火が入ると縮むんで大きめでいいと思います。これぐらい、これだともう4分の1カット。石突きがついてたら取ってくださいね。まあ、基本的にエリンギそんな石突きついてないですけどね。4分の1カットいきましょう。エリンギちゃん、よいしょ、こんな感じ。それで終わり、簡単。じゃあ次、ナス。ナスはどうしようかな、どう切るか。まあとりあえず頭を落として、ナス美味しいから3本ぐらいとこうかな。あ、ナスのヘタを切るときなんですけど、この中分けの部分があるじゃないですか、ナスって絶対ここじゃなくて、ここの中分けの部分、これね、これ、このナスでいうとここ、この中分けの部分がヘタの最先端だと思ってもらって、ここを切れば、まあ、大体きれいに取れますね。はい、ヘタを取っちゃうときは一回一回ここの墓をこうやって取ってから切る人もいるんですけど、こうやってから取ったり、まあ、あとこうやる人もいますね。こうやってね、こうやる人もいるんですけど、割とめんどくさいんでここから切っちゃった方が早いですね。はい、切っても切れなくても、まあ、これぐらいしか差がないんで、はい、僕は切っちゃいます。というわけで、ナスのヘタを取ってナスを切っていきましょう。ナスはね、縦割りでもいいんですけど、こう縦割りでもいいんですけど、ちょっとね、材料的に縦割りが多くなりすぎちゃうんで、そうするとアスパラも縦だし、エリンギも縦だし、まあ、ズッキーニはね丸ですけど、ちょっとね可愛らしさを出したいんで、ちょっとお尻落として合わせて、ここでね、カノコに包丁を入れていきます。こんな感じですね。こうすると何がいいかって、噛んだ時に皮ってね、どうしてもね、火が入ると口に当たるというか噛み切れないんですよね。なんでこうすることで噛み切れやすくなると、味が入りやすくなるっていうのもあるんですけど、まあ、味入りやすくなるのでね、こんだけ身の部分が出てれば味はそんなに入りやすさは関係ないですね。どっちかといえばこう食感の部分で包丁を入れる、まあ縦割りだったら別に入れなくても大丈夫です。多分一口で入っちゃうんでね、クタクタになれば口の中にね、こんな感じで入れていくと、こんな感じですね。全部皮切れれば OK です。包丁入れるぐらい、何ミリぐらい、3ミリぐらい包丁入れるだけですかね。分厚いところで、この分厚いところで3ミリぐらい、こっちは2ミリか1ミリぐらいじゃないかな、入ってるの、おそらく。はい、じゃあ3本分やっていきましょう。そしたらナスはこれを半分ぐらいでいいですかね。これでこれぐらいの大きさでもだいぶ縮むんで、一口サイズぐらいになると思います。これも半分に切ると。あ、美味しそうだな、もう。で、ナスはね、僕らが料理やってる時は明板につけるんですよ。明板、スーパーとかに売ってるぬか床とかに入れるやつね。そうすると、まあ、色止めになる。このね、ナスのね、この色がすごく綺麗に出るんですけど、まあね、明板に大体30分ぐらいつけるんですけど、それから油で揚げるとすごく色が出るっていう風になってるんですけど、まあ、家庭用ならね、そこまでしなくてもいいかなっていう感じです。もし本当にすごくこうちゃんとやりたいっていう方はね、明板
を水で溶いて、そこに30分ぐらいつけると色止めのすごく綺麗な色になります。紫色をね、はい、今日はしません。はい、続いてナスでございます。あ、ナスじゃないや、ピーマンでございますね。ピーマンはこのままいっちゃいます。で、穴を一つ開けておいてください。この穴を一つ開けることで後で大きな大きな役割を示してみます。まあ、何をするかというと、ここから地を吸って中にこう染み込んでくれるんですね、はい、そうすると美味しいピーマンの煮浸しができますので、ピーマンはこのままいきます。ピーマンの種も実は美味しいんで、そのままピーマンの種を食べちゃいましょう。まあ、ヘタはちょっと硬いんであれなんですけど、ししとうと同じ感覚でいけると思います。ししとう種取る人あんまりいないかなと思うんですけど、ピーマンの種もね、そんなにこう気になるほど硬くなかったりするし、えぐくもないんで、普通にね甘くて美味しいんで、このまま今日はピーマンはいっちゃいます。はい、はい、というわけでね、こんな感じで野菜は全部切り終わったんで、次、煮浸し用のだしを合わせて、その後に油で揚げてだしにつけると。この油で揚げるのとだしのつけるところにちょっとコツがあるんで、そこ結構重要なんで、そこを重点的に説明していきたいなと思います。で、だしなんですけど、だし引いてね、だし引いてだし5杯濃い口1杯みり1杯みたいな感じの割合でも全然いいんですけど、まあ超簡単な煮浸しなんで、いつもの装備のつゆ使わせていただきます。装備さん、いつもありがとうございます。というわけでこれで合わせていきましょう。はい、じゃあだしを合わせていきましょう。まあ、総味つゆの天つゆのタレだと4対1なんですけど、まあ4対1でもいいんだけど、僕はちょっと5対1でいこうかなと思います。上品にね。だから 200cc、 1リットルちょっとは必要だと思うんだよね。 200cc でこれで1リットル分入れましょう、水をね。これで OK です。はい、今だしを合わせたんですけども、ここからがちょっとコツがあるんですけど、だしを合わせて沸かすんですけど、その沸かした時に熱々の状態のやつを油で揚げたと入れた方がいいんですよ。なんて言ってるこれだしが熱々で揚げ浸しなんで一回揚げるんですけど、その揚げたものを熱々のうちに熱々のだしの中に入れるっていう感じですね。はい、そうしないといけないんですよ。なんでかっていうと、それで味がこうグッと入ってくるんですよね。なのでだいたい温度を同じぐらいにするというか、高い位置の温度で入れてあげるというのが大事なんですよね。この野菜たちって火が入りやすいんで、グツ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 はできないんですけど、根菜類みたいに。ただやっぱり熱々のうちに入れて冷める時に味が入ってくるので、だしを熱々にしといて、で揚げてそれを入れてあげることで、熱々の状態から冷める時に味が入るって感じなんで、このだしがぬるかったりすると味がこう入りづらくなっちゃうので、必ずだしは熱々で揚げたてを入れるっていう風な工程をこれからやっていきます。ちょっとややこしいんですけどね、はい、見ればあそういうことかって理解できると思います。そのなのでちょっとやっていきましょう。だしを火にかけて沸かしておきます。で、沸いたら止めちゃって OK なんでね。はい、で油に火をかけて野菜たちを揚げていくと。今日はね、ちょっと板パンを使っていきます。背徳パンじゃねえのかよって感じなんですけど、まあ背徳パンでもいいんですけど、基本的にこの野菜たちが火が入りやすいんで、そこまでこういっぱい揚げると逆に火が入りすぎちゃうんですよね。なんで、まあ、小さめなフライパンでこの油の高さを出して揚げていくと、まあ、油も無駄にならないしいいかなと思います。はい、じゃあこれ火かけてみましょう。で、油の温度なんですけど、非常に火が入りやすい野菜たちばかりなんで、結構高めの温度で揚げます。まあ、190度ぐらいで揚げちゃってもいいかなっていう感じですね。はい、ちょっとそこまでね、油が温まるまでちょっと待ちます。はい、そろそろ油の温度がいいんじゃないかなと思うんで、ちょっと測ってみます。あ、今180度ぐらいですね。はい、
はい、で普通の人はね指で測らないと思うんで、まあ、温度計ある人は温度計でもいいんですけど、この箸入れた時にこんな感じですぐ泡が出る、これぐらいが180度ぐらいですね。箸を入れてすぐ泡が出るぐらいが180度ぐらいで、今回はちょっとね温度高めにいきたいんで、もうちょっと温めます。ちなみに油は何でもいいです。はい、サラダ油でいいと思います。いい感じですね。もうちょっとかな。なんで高めの温度じゃないといけないかっていうと、野菜にすぐ火が入っちゃうと、あ、もういいですね。これで190度ぐらい煙が出て、うん、いい感じ。ごめんなさいね、話の途中で。野菜に色がついてほしいんですよ、多少。ちょっと入れていきますね。ズッキーニみたいですね。やけどには十分気をつけてください。野菜に色がつかないといけないんですよ。こういう感じ、この色。この色がつくことで、香ばしくて、揚げ浸しは美味しくなるんで、この色をつけたい。そう、だけど、野菜に火が入りすぎるのは困るっていうところで、高めの温度で揚げるって感じですね。もういいと思います。そしたら一回リードかなんかに上げておいて、余分な油を落とす。これいい感じですね。この感じの色合いがいいですね。で、ちょっと余分な油を落としておきましょう。で、一旦出汁も沸いたんで止めます。で、ナスも入れていくと。ナスは皮目がすぐ色変わっちゃうんで、皮目をすぐ下にしてあげてください。というか、下に入れればいいんですけど、下に入れるとこっちでが今度色がつかないんで、必ず沈める、油をね最初にまんべんなくつける方が綺麗に上がります。こんな感じ。ガンガン強火でいきましょう。この時点では完全に火が入んなくても大丈夫です。7割8割火が入ってれば大丈夫です。なぜなら温かい地に入れるんで、その時に余熱でぐーっと全部火が入ってくれます。あ、さっきミョウバンつけるつけない話なんですけど、この感じの色あるじゃないですか。ミョウバンつけるとこの感じの色がずっと保たれるって感じですね。ナスは必ず色をつけてください。この色が大事です。だから強火じゃないといけないですね。強火というか190度ぐらいじゃないと。こういう感じ。この色が大事。この色が大事なんですね。この色が。あ、これなんかはいいですね。もうこれぐらい色がつくと美味しくなります。で、これも一回リードで取って余分な油を落としておくと。ちなみにこの時点でナスにはもう火が入っちゃいますね。やっぱりもうちょっとね入れすぎたかもしれない、ナスと。まあでも大丈夫でしょう。形は残ってるんで。こんな感じですね。この色いいですね。最高ですね。で、揚げていくと。残りもね、はい。で、さっき沸いて今止めました、地を。で、必ず止まってる状態で、まあ、ある程度ねこう油が切れたやつ、野菜も入れていっちゃいましょう。どんどん。まあ、油抜きって言ってお湯をかける方法があるんですけど、まあ、そこまでしなくてもいいかなっていう感じです。油抜き、これで、ね、揚げた後に熱湯をかけると本当に余分な油が落ちるんで、この出汁にね油が沸きにくくなりますね。あ、沸きしない、油が浮きにくくなりますね。ちょっとこっちの今揚げてるやつも入れていきましょう。あ、これいい感じだね。もうね、これぐらい色ついちゃっても全然大丈夫です、ナスに関しては。むしろこれぐらいの方が美味しいと思います。で、入れていっちゃう。どんどん入れちゃう。はい、じゃあどんどん揚げていきましょう。次、ピーマンいきます。ピーマンはちょっと跳ねるんで気をつけてください。水につけてると跳ねるんでね。で、もう本当にサーッとでいいです。表面に火が入れば。
そしたらもう OK ですね。こんなもん。まだねピーマン時代、あ、まだねピーマン時代火は完全に通ってないんですけど、それでいいんです。それでどん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 回しながらね。もしこれ怖かったら半分に切ってやりましょう。はい、まるで絶対やんなきゃいけないってことはないんで。いいですね、ピーマンいい香りするわ。年中あるけど夏にやたら美味しそうに見えるピーマンですよね。こちらでこれやっといた方がいいかな。だいぶ、そしたらもう沈めてきますだしに。そしたらもう だいぶトゥブルーですね、ピーマンを。さっき穴開いてるんで、そこからもねだし吸ってきます。まだ浮いちゃってていいですからね、この時点では。ちょっとこうし軽く沈めてあげれば、最初だけまだ浮いちゃってて大丈夫です。じゃあアスパラと、エリンギも同じように揚げていきます。はい、そしたらですね、今全部揚げて出汁に漬け終わりました。そしたらここに鷹の爪をね、ぽいポケちゃう、ポケちゃう、あ、YouTuber っぽい。鷹の爪を1本入れてあげてください。これは辛みというよりも鷹の爪を1本入れることで気持ちちょっとします。はい、なんで辛くない程度に入れた方がいいんで1本で大丈夫です。あと生姜、これ大事なんでね、これは必ず入れてください。まあ、チューブの生姜でもいいし、おろしてもいいんですけど、必ず生姜は入れましょう。この生姜がね、夏らしさを演出してくれます。これでもう、はい、もうこれでいい香りなんですわ。そしたら今浮いちゃってるんですけど、ここによいしょ、ちょっとねさらに一手間加えます。一手間加えるというか、僕の得意なやつですね。これ今リードペーパーにくるんだ鰹節ですね。こんな感じ見えるかな、こんな感じですね。リードペーパーにくるんだ鰹節をちょっと沈めときます。こうすることで、鰹の香りがねまたつくんでね。そしたらしっかりとリードを乗せてあげて全体を沈めると。これで OK ですね。これでもうピーマンも全部使っていることになるんで。はい、これで焼き火出しの仕込みは完成ですね。あとは冷えるまで待つだけですね。まあ常温ぐらいになればね、割ともう味は使っていると思います。ただ一番美味しく食べられる温度は冷たいやつですね。冷たくするとうまい。なんでね、ちょっと冷えるまでこのまま待ちたいと思います。どれぐらいかな、2時間か3時間か、まあ氷で冷ましちゃってもいいんですけど、まあ、氷ももったいないんでね、ちょっと冷めるまで待ちます。まあ、その間に冷めるまでの間にちょっともう一本動画撮ろうかなと思ってるんで、それの今動画を撮りに行ってきます。それでは後ほど。はい、そしたらしっかり冷めたんでね、持っていきましょう。まずはでっかいやつからピーマン乗っけて、ピーマンもね中にねだいぶ地が入ってます。ほら見て見て見ていくよ。あ、ほらこんな感じで地が入っていくんですね。ナスもいい感じで味が入ってますね。あとエリンギちゃん、そしてアスパラちゃん、最後にズッキーニ。これでちょっと地をかけてあげるといいですね。最後にこのおかかを添えてあげると。
味しそう。よし、食べていこう。それでは、いただきます。いや大好きなナスからいただきます。やっぱナスと油の相性はいいっすね。まだね、2時間3時間しかつけてないんで、まだ浸かりきってはいないんですけど、それでもめちゃくちゃうまいっすね。油でまろやかになって、このピーマンもうずしっと重いです。いただきます。めちゃくちゃ出てきた。やば、どうせだったらそっちに出てくればよかったのに、全部こっち来てるから全然わかんないですね。この中に汁、ほらこんなに汁が入るんですよ。だからすごい味が、やっぱピーマンは種うまいな。うまい。これ作った次の日ぐらいだったらお弁当入れても全然問題ないんで、お弁当のおかずにもなります。はい、あとはね、もうこうやって持っといて、食卓にドーンでもいいですし、日持ちはするんで、まあ4日から5日、4日ぐらいですかね、目安は、まあ、全然するんで、まあ、ガッと作っといて4日間食べるみたいな感じでもいいと思います。その副菜として、そんな感じで揚げ浸しですね。そしてこれまたビールに合うんだ。ちょっとビール飲みたいな。あれあれ、 まさかあれ、あれは間違いなくビールだ。ほらビールあったよ。よかった。いただきます。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。やべ、スマホ流した。